40代女優の元を、自宅で娘と一緒にいた40代女優を殺害しようとした容疑で検察から懲役10年を求刑される。スタジオドラゴン4作品が2022AACA にノミネート。ベストダイレクション部門海町ちゃちゃちゃ。ベストドラマシリーズ部門25、21。ベストスクリーンプレイ部門私たちのブルース脚本家のヒギョン。ベストオリジナルプログラムバイエーストリーマー、OTT 部門弓の細胞たちシーズン1、2。ベテラン女優ソヌ・ウンスク、アナウンサーのユヨンジェとの再婚を発表で話題に。HYBE、株価が連日下落、BTS、防弾少年団の兵役問題が長くなったのが影響とも。G-Dragon & チャンウォニョンに熱愛説。コミュニティで拡散。嘘の釈明を謝罪シンヘソン。所有している車はベンツの白のなのに逮捕当時に乗っていたのはジェネシスの白のだったことが明らかになりいくら酔っていても間違いようがないのでは、と謎が広がる。G-Dragon & チャンウォニョンに熱愛説が浮上した理由。G-Dragon のインスタグラムストーリー投稿と二人のカップルコーデ。